第1レースを制したのは2号艇の市村咲選手でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。昨日の後半レースから2連勝となりましたね。はい、これでハートのシールも2つ目となりました。はい、嬉しいです。はい、では先ほどのレース振り返りながらお話を聞いていきたいと思います。進入展示と変わりまして枠なり3対3、2号艇2コースからの進入となりました。はい、風の吹き方今日はいかがですか。まあ、昨日が強すぎたんで、今日はマシですね。はい、全然普通です。スタートはしっかり勘通りに。そうですね、ちょっと気持ち様子見ながら行ってしまったんですけど、まあある程度しっかり入ったなと思ってたんで。はい、はい、それでは1マーク進んでいきましょう。ここは差しに構える形となりました。はい、どういった平和島は、はい、エンジンがしっかりしてないとまくりに行っても流れてしまうイメージがあったので、ちょっと無理に行くんだったらしっかり刺そうと思って、はい、差し構えにしました。まあ、あのようにスタート先行していてもまくってしまうよりはちょっと落として差しに構えた方が行きやすい、差しに行った方がいい。そうですね、ちょっと気持ち回し気味で行ったんで、ペラの調整を、はいはい、まあ、そっちの方がいいかなとも思いました。昨日、まあ、なかなかその納得のできる足ではないというお話がありましたけれども、はい、今日一走してみていかがですか。そうですね、やっぱりちょっと回していった分気持ち乗りづらさが気をつけなきゃいけない部分が出てきてしまってるんで、まあ、後半はもうちょっとペラ調整をしっかりしていきたいなと思ってます。では乗り心地の部分を後半レースに求めて、はい、ということですね。はい、後半レースは第7レース1号艇で登場となります。またスローということですが、はい、スタートの見え方はスローとダッシュどちらがいいですか。1コースに関してはめったに遅れることはないんで大丈夫だと思ってます。はい、はい、頼もしいコメント聞けましたね。さあ、それでは後半レースに向けてファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、陰線は4連敗か5連敗ぐらいしてるんで、いい加減この流れを断ち切れるようにしっかり逃げれるように頑張りたいと思います。最終最後まで精一杯諦めず頑張るんで応援よろしくお願いします。みんなさっきさっきにしてやんよ。ありがとうございました。第1レースを制したのは2号艇の市村咲選手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。